はい、誰？あ、ディディ。あ、お名前は？スティーブ・ケンジ。あ、スティーブ・ケンジ。今何年生？今2年生。あ、な、あ、2年生はなったどのぐらい？ん？2年生なってどのぐらいあったの？今何ヶ月？今何月？今5月。うん、今7月。8月。っていうのは、7月っていうのは、リリ2年生になって1ヶ月あった ?1 ヶ月あった。ない。4月から、まだ4月は終わってません。うん、っていうのは、2年生になったばっかりってこと？ねえ。で、簡単に言うとそう。うん。じゃあ、ママ質問しますね。うん。はい、ちゃんと座れ。ええ。じゃあ、学校の先生に、学校に、どんなことが、学校にどんな生活をしてますか？生活。学校で勉強したり、うん、中休みになったら、うん、いっぱい外で遊んだり、うん、うん、授業の時ちょっとだけぼーっとしたり。ちょっと待って。授業する時にぼーっとするはあるの？ある。どんな時？先生が何か書いてる時。うん。長いからぼーってりしたり、うん、手いじりしたりしてた。あ、じゃあママね、ぼーってしたり、それとも先生の話をちゃんと聞いたり、どっちが長い？どっちの方が多い？ぼーするの方が多い？それともやっぱり先生の話を聞くっていうことは多い？どっち？先生の話は聞く方が多い。なんで？ぼーするの方がいいんじゃないの？だって先生の話聞かないと、うん、何をするのか分かんなくなっちゃうから。分かんなくなっちゃったらいいんじゃないの？ぼーですれば。そしたら、うん、若山さん、これ答えてください。何を答えればいいんだってなるから。それが嫌？うん、嫌なの？うん。そしたらどんな気持ちになった？そういうのはない。ああ、そういうのはない、うん。やっぱりちゃんと先生の話を把握してますか？まあまあ、やってるよ。やってる？うん。はあ、あともう一つぼーっとしてる時がある。うん。手紙を渡してる時。うん、なんでぼーでするの？そしたらぼーって手紙来るの遅いと思ってぼーって。じゃあどんな時に棒したいだけど棒はできないって思うの？棒したいだけど棒はできる場合じゃないって思ったことある？はい、友達と、うん、考えてる時とか。友達と考えるってどんなこと？まあペア。うん。簡単に言ってペアと話してるとき、こういったペアと確認してくださいって、1時間は何百分あるって言った。何百分ある、うん、って言われて、うん、絶対120分だよねって。そしてから言って、うん、うん、そうだねって言ったら手を挙げる。そのときとかぼーっとするの？そういう時はぼーっとしない。ぼーっとしない。したいだけどぼーはできない。そう。あー、ぼーってしたいだけどぼーはできない気持ち、うん、感想してください。どんな気持ち？嫌、はい、だ気持ち。素晴らしい2年生だね。素晴らしい弟だね。素晴らしいスティーブ・ケンジちゃんだ。はい、はい、あり